向井康二スノーマン、写真を撮るときに大切にしていることは？夢中になっているカメラやスノーボードを深掘り、写真についてのトークでは、被写体になることが多いからこそのエピソードが。91スノボウェア選びのこだわりは、ダボダボなこと、アクションカメラとかスマホとか財布が入れられるポッケがいっぱいあること。Q2写真を撮るときに大切にしていることは？人を撮るときは、被写体の瞬きとか呼吸に合わせる。自分が撮られる側のときも、息を吸ってるときにシャッターを押してくれるカメラマンさんとの撮影は気持ちいい。Q3最近カメラで撮ったのは、どんな写真？ドラマ、リビングの松永さんのシェアハウスメンバーの集合写真。みんなが褒めてくれてね、特にケントが、久しぶりにいい写真見たわって、すっごい褒めてくれたの。だから、そうやろ、って言っときました。Q4カメラ片手に旅に出るなら、どこに行きたい？海外の街並みを撮りたいから、カナダとか、行ったことなくてわかんないけど、青空が綺麗なイメージがある。プロフィール、黒丸向井康二1994年6月21日生まれ、奈良県出身。スノーマンのメンバー、ドラマ、リビングの松永さん、カンテレフジテレビ系、アイアム、冒険少年、TBS 系、芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP、フジテレビ系、2レギュラー出演中。スノーマンの10thシングル、ラブトリガーウェルゴートゲザーが発売中。